交通の話を続けていきたいと思います。自動車、鉄道、航空に引き続き、今回はね、交通手段の最後の船舶の話をしたいと思います。船舶交通ですね。このいつもながらの航空自動車、鉄道、船舶のこの表からいけば、まあ、船舶は大量性ですよね。輸送費が低くて大量に輸送ができる。まあコストが低いということが一番の大きなメリットということですね。長所は、大量輸送が可能で、まあ何しろ水の上に浮かんでいるので、その重さを水が、ね支えてくれるっていうこと、浮力が支えてくれるっていうことになるわけですね。で、その、その、こう、なんですかね、その荷物の重さを、こう、海が水が支えてくれるっていうことは推進力だけであとはいいわけですね。飛行機の場合はその積んだ荷物の重さもそのエンジンの力で支えなければいけないからやっぱり燃料費がかさむわけですよね。船の場合はその重さをその水が支えてくれてあとはね、前に進めるだけでいいっていうことになるからですね。輸送コストも安いと。だから世界貿易の、まあ、中心となっているわけですね。大体ですね、世界の貿易量の貿易のその荷物のね、その9割方はこの船舶交通が占めているということになります。はい、短所はどんなところかと言いますと、短所は船は、まあ、低速であるということですね。輸送速度が遅い。そして、その、どこでもいいっていうわけではないですよね。最初の投資が必要ですよね。その港を作んなきゃいけないということなので。で、港に選ぶところはどういうところかっていうと、こういう、その、海がこうあって、遠浅のところだったら、船を横付けしようとしたら、絶対ここで、ガリガリガリって擦っちゃうわけですね。だから、船を横付けするには、山があって、そのまま海にドカンって落ち込んでるところが、船をね、真横につけられるので、こういうところが港になるわけですね。そうすると、この山の上に展望台なんかあってね、見下ろすと夜景が綺麗だったりするわけですね。長崎とか神戸とかね、横浜とか割と、こう、坂の町っていうかね、小高い丘があって、そこで、港を見下ろせるようなところに、まあ、船を横付けするというね、港場所を選ぶわけですね。まあ、こういった、感じの、海に港を作ろうと思ったら掘り下げるっていうね工事をして、船を横付けできるようにすると、まあそのように場所を選んだり、港にするにはコストがかかったりするということですね。さあ、そうすると、まあ、輸送速度が遅いので、まあ何しろね効率化をしなくちゃいけないと。ですのでこの短所を補うために
船舶を専門化させるわけですね。その積み下ろしでも、せめて積み下ろしをね、早くしようということで、例えば、石油を積むのはオイルタンカーね。こういうのはわかりますよね。石油。はい。そして、バルクキャリア。はい。バルクキャリアって何ですかっていうと、バラ積みの、鉱石を積むための、バラ積み船ですね。はい、写真も見ましょうか。これです。船の上に、なんていうんですかね、扉がいくつもあって、そしてその扉の下に、タンクのようなものがあって、そこにザーッとね、流し入れるように穀物や鉱石を流し込む。そういったね、ものがバルクキャリアと言われます。さあ、次はですね、自動車専用船はいいでしょうかね。読んで字のごとくですので、自動車専用船。はい。自動車専用船はこんな感じですね。ちょっとその、幅というか、上下のね、幅、高さが、ズドーンっていう風になったような船でですね。まあよく、博多港なんかにね、横付けされてて、自動車をどんどん運んでるのを目にすることができます。そして、液化天然ガスですね。LNG、エネルギーの時にもお話したと思いますが、この液化天然ガス船ですね。はい、これです。丸っこいタンクがね、ポコポコポコってあるのが特徴ですね。これはよく写真の問題とか出てくるので、押さえておきましょう。続いて、コンテナ船ですね。これはもうわかると思います。コンテナにね、いろんなものを積んで、その箱ごといろんなところに運んでいこうじゃないかっていうのがコンテナ船です。このように専門化をすると、その、バラ積みの穀物や鉱石はそこまで運んでって流し込むだけで良いとね。自動車専用船はそのまま自動車を乗せるだけで良いと。ね。LNG 船やコンテナ船とかはその用途ごとに、その荷物を用意してどんどん詰めればいいっていうことになるので、輸送速度が遅いっていうね、短所を、その積み込みの、その効率化とかで、賄おうっていうするものです。続いてですね、船でよく聞かれることはですね、この、船を、貿易とかに使う商船を一番持ってる国はどこですかっていうことですね。商船保有量、についてです。はい。世界で一番その船を持ってる国はどこですかっていうふうに、聞くわけですね。そうすると、リアルの生徒とかはですね、そのアメリカじゃないのとかね、日本じゃないのとか、最近伸びてきてるから中国じゃないの。いや、海に面してる国、海の国って言ったらどこだろうな、ギリシャとかイギリスとかね、いろいろ聞かれるんですけれどもね、そういう答えが返ってくるんですけれども、世界一位は、ここの国です。パナマです。パナマっていうと、パナマ運河で、知られるあの国、パナマですね。第2位は、
2位はリベリアですね。1位パナマで、2位がリベリアで、パナマはよく知ってるっていうか、名前は聞いたことあるけど、リベリアさらに名前聞いたことねえなっていうふうに思うかもしれませんね。アフリカの、まあ、西の方にあるちっちゃい国です。で、3位はどこかっていうと、3位がマーシャル諸島、4位がまあ、香港、5位シンガポール。まあ、シンガポールとか香港とか知ってるかもしれないですね。で、1,2,3,4,5,6 位はマルタ。そして、バハマっていうようなね、そういう国になってる。いかにもね、なんか名前があんまり知らないような国がどん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 並んでいくわけなんですけれども、なぜそういう風になってるかっていうと、パナマやリベリアは、持ち主は外国人、パナマやリベリアの人じゃないんだけれども、登録だけはここの国にしておこうと。なぜなら船舶に関する税金が安いので、これは名前、この用語自体をしっかり押さえておきましょう。便宜地籍選国っていう風になってるわけですね。まあ、便宜的に、本当の持ち主は外国人なんだけれども、パナマやリベリアが税が安いから、便宜的に籍を置かしてもらってるっていうような国っていうことになっているわけですね。まあ、実際にたくさん持ってる国は、1位がギリシャ、2位が日本、3位が中国なんですって、4位がね、ドイツ、アメリカ、イギリス。まあそういうような感じになってるそうなのですが、まあ、割とね、聞かれるのはこの便宜地籍選国という用語と、世界一はパナマ、2位はリベリア。そういうところをね、見に行くといいと思いますね。理由を問われたら税が安いからね、まあ便宜的にその国に置いているんだよっていうことがわかると思います。さあ、そしてですね、その次にですね、海上交通ですね。海は、その水がなければ船が通れないので、その勢い、その船が航行する海域っていうのは、まあ限られるっていうか、その陸と陸がこうあったら、この間を船が通るしかないわけですね。だから、船の、その、交通が、例えばこういう風にこうなったら、自然と混み合う航路っていうのが決まっていくわけですね。そういう海上交通の要所みたいなところをね、押さえていきたいと思います。まずは国際運河ですね。条約によって
外国船が自由に航行できる運河のことです。まあ自由にっていうのは、ただでっていうわけではないですね。通行料を払えば通してくれるよという運河です。もうこの国際運河といえば、有名なやつ行きましょうね。太平洋とカリブ海の浜運河と、地中海と、紅海ですね。これはよく地図帳とか見てね、確認をしておいてください。スエズ運河。の運河がやはり代表でしょうね。パナマ運河とスエズ運河。続いていきますよ。この上に書きましょうか。下に続けて書いてくださいね。国際海峡です。はい、沿岸国に関係なく、外国船が自由に航行できる海峡ですね。はい、まず東南アジアの半島とスマトラ島の間にあるマラッカ海峡。そして、地中海の、まあ、出口といいますかね、地中海から大西洋に出るその出口のジブラルタル海峡ですね。入ってますかね。もし、ビデオこう切れてたらね、海峡って書いてるんだよということです。続いて湾とインド洋の間、これがホルムズ海峡ですね。はい、黒海と地中海のボスポラス海峡。です。本当はね、黒海と地中海なので、ちっちゃいマルマラ海っていうね、海もあるんですけれども、大きく見た黒海と地中海の間の海峡でボスポラス海峡っていうのが有名です。まあ、海峡ですので、陸と陸が、こう、競ってるわけですね。こう、なんというか、迫っているっていうことですね。ここを船がたくさん通るので、実はこうした海峡は、海賊がよく出るね、海峡でもあるわけです。こういうホルムズ海峡とかね、マラッカ海峡とかね、
で、現代も、今も海賊いるのって思うかもしれませんが、現代の海賊は、なんて言うんですかね、ジャック・スパローみたいなね、へへーみたいな海賊ではなくって、ね、ありがとうよこせみたいな海賊ではなくって、IT を駆使してね、船が、貿易船とかがね、行き交うそこに、立ちふさがるわけですね。そしてこう、お金よこせっていうわけですね。そうすると、貿易の船っていうのは基本的には、運送業なので、遅れると、罰金みたいなのね、払わなきゃいけなかったりするわけですよね。だから、遅れたくないので、海賊におとなしくお金を払ってね、通してもらうとか、そういうようなことが、あるわけですね。ですので、現代の海賊は IT を駆使して、船のね、航路を予測し、そして、その前に立ちはだかって、金品を要求するっていうような海賊はね、まだまだ、現代もいるということですね。そういうところが、この、海峡にの、その重要性ですよね。海峡の治安を維持することの重要性ね。日本にとってはこのマラッカ海峡とホルムズ海峡をの治安っていうのがね、日本にとっては非常に重要な問題になっているということです。はい、どんどん行きましょう。国際河川ですね。条約によって外国船が同じようなもんですね、自由に航行できる河川です。例えば、ある国とある国の国境を流れる川だったら、A という国も B という国も使えるよと。そして、下流に C という国があったら、C という国も使えるよということで、国際河川というふうになるわけですね。例えば、東南アジア。ラオス、ベトナム、カンボジア、この辺りに関わる、メコン川ですね、有名な国際河川ですね、ヨーロッパは、ドナウ川、東ヨーロッパをずっと流れるわけですね、ルーマニアとかハンガリーとかオーストリアとかを流れていくわけですね。そして有名なのがライン川ですね。スイス、フランス、国境からドイツになって、オランダで、そのあたりまで注ぐ川です。はい、あと内陸の運河ですね。特にヨーロッパでは、ヨーロッパは河川の勾配が緩やかなので、その運河をどんどんつないでいけば、行ったり来たりできるわけですね。ですので、マイン・ドナウ運河ですね。あるいはマルヌ川。これはフランスのセーヌ川の支流。そして、ライン川ですかね、ライン川。これがマルヌ・ライン運河というふうになるわけです。
ヨーロッパの特徴として内陸まで河川の勾配が緩やかなので、その内陸で、運河でどん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 繋いでいけば、例えばここドナウ川と、ライン川の支流のマイン川を結んでるし、そしたらそのライン川からセーヌ川の支流に、入れるっていうことは、ドナウ川、マイン川、ライン川、マルヌ川、セーヌ川っていう風にずーっとね、船で行くことも可能であるということですね。まあこういったそのヨーロッパは網目のように運河を繋いでいますよということです。あとはアメリカですね。アメリカ。アメリカで行けば、大西洋から五大湖。にかけての セントローレンス海路というのがあります。まあアメリカで、五大湖っていうのがあって、そっからセントローレンス川が伸びてて、大西洋に注ぐんですけれども、まあ、もともと川があって、五大湖があって、それは、水、水路では繋がっているんですけども、いかんせんね、勾配がきつくて、途中で滝とかあったりしてね、勾配がきついわけですね。ですので、大型船が、大西洋から五大湖まで遡ることができないと。ですので、川幅を広げたり、あるいは、難所は迂回をしたりして、その大西洋から五大湖まで、大型船が航行できるようにしたもの。これのことをセントローレンス海路と言います。それがですね、今言った、その、まあ、船舶交通の要所を、地図で、表現してみたいと思います。それでは主要な運河や国際河川ね、国際海峡の場所を確認したいと思います。じゃあ、運河行きましょうかね。こちら、ここにあるのが、パナマ運河です。意外と、ここの一番狭いところは南北方向が一番狭くなっているので、こう来てこうですかね。こう来てこうみたいな感じで、南北方向にあるっていうところをちょっと見ておいてくださいね。地図上なんで、などでよく確認をしておいてください。そして地中海からこの海のことを紅海と言います。ここの間の、これが、スエズ運河ですね。あるいは、ここにね、キールっていう運河もあるんですよね。その、デンマークのあたりにね、キール運河っていうのもあるので、ちょっと押さえておいても、損はないかと思います。続いて、海峡行きましょうね。海峡は、まず、どっちから行きましょうかね。こっちから行きましょうか。ジブラルタル海峡ですね。地中海から大西洋の間のこの細くなっているところがジブラルタル海峡。そして、この地中海からさらに奥まった海を黒海、黒い海と書いて黒海というんですけども、その黒海の出口のボスポラス海峡ですね。だから、地中海黒海というのは、その地中海なんかこう、ここだけで繋がってる池みたいなもんなんですけど、さらに黒海はその奥まった池みたいな感じで、海峡が2つあるっていうことですね。この、地中海とね、黒海のこの、ここって言って、ようやくボスポラス海峡を越えて、地中海に、黒海に入るっていうことですね。はい、続いて、ホルムズ海峡です。はい。日本は言うまでもなくサウジアラビアとアラブ首長国連邦の原油に依存しているので、このホルムズ海峡の治安っていうことに関しては、非常に日本は、神経を尖らせているわけですね。よくニュースに出てくる海峡がこのホルムズ海峡です。そして、マラッカ海峡ですね。
マラッカ海峡も日本のオイルタンカーなんかがホルムズ海峡を経てマラッカ海峡を通って日本に来るっていうのがね、そうじゃないとすごい大回りになってしまうので、このマラッカ海峡の治安もまた重要だということです。海峡はこれ、この辺りを押さえてくださいね。もちろんこのね、日本のこの津軽海峡ですね、北海道と本州の間の津軽海峡なんかも国際海峡の一つになっています。はい、川行きましょうか。国際河川、メコン川ですね。ベトナムからカンボジア、ラオスと流れる国際河川ですね。そしてはい、この辺りの川行きましょうか。ドナウ川とこのライン川、ライン川重要ですよね。ドイツ、フランス、スイスと流れる川ですね。そしてドイツのこっちがエルベ川っていう川も国際河川になっています。エルベ川ですね。はい、そして運河なんですけれども、運河何にしようかな、青で見えるかな。このドナウ川とエルベ川やライン川の支流のね、ドナウね、マイン運河とか、セール川のね、支流のマルヌ川とライン川をつなげていって、こういう風につなげていけばね、こういう風につなげていけば、ヨーロッパ中を船で航行できるようになるということですね。こっちからこっちからこっちからこうみたいな感じになるのでね。あとは忘れてはならないのがこのここからここまでのこうね、ここからここまでのセントローレンス回廊です。セントローレンス川があって、五大湖ね、湖がありますと。ただそれだけでは傾斜がきつかったりね、まあ滝もあったりするわけですので、傾斜がきつかったり、あるいは大型船が航行できないような川幅だったりするわけですので、迂回路や、その水路を広げるっていうことをやって、セントローレンス川から五大湖、そして大西洋へっていう道を確保したのがセントローレンス海路です。この辺りはね、地図でもよく確認をするといいと思います。ホルムズ海峡、マラッカ海峡あたりはですね、よくニュースにも出てくるので、こういうところを押さえておくと、そのニュースに強くなるということでもあると思います。今回はここまでです。